東京ドームです。読売ジャイアンツ対阪神タイガース16回戦の模様をお送りしてまいります。ジャイアンツの先発は東のノーヒッターサンチェス、対するタイガースの先発は右の才木、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。マウンド上ピッチャーは東のノーヒッターサンチェス。これが17試合目の登板。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、バッター三拍子揃った名手草野。第1球投げました、ボール。第2球カットボールはストライク。投球はこれから3球目、アウトロー際どい球、ボール。投球これから4球目、ボール。次は5球目、ストライク。第6球を投げた、流し打ち、どうだ、ファウルボール。第7球を投げた、打ちました、三遊間の打球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番近本。近本背番号5。第9インハイ際どい球、ボール。投げた、見送ってストライク。第3球は3球目空振り。さあ、4球目低めのボール引っ掛けた、吉川ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは3番梅宮。第1球アウトロー、ボール。第2球投げた、打った、レフトへ持っていった、これはヒットになります。梅宮、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第1球高め、外れてボール。第2球ランナースタート、ボールを2塁へ送った、盗塁を許します。梅宮、今シーズン11個目の盗塁を決めています。ジャイアンツ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第4球を投げた、会心の当たり、破った、レフトバックホーム、東堂ナイスバッティングです。ジャイアンツ、なおもピンチが続きます。初球スプリット空振り、タイミング合いません。初球空振りから第2球ボール。第3球インコース引っ張り、ご覧いただきたいと思います。サンチェス、2アウト1塁3塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。ジャイアンツ、まずは無得点に抑えました。右の才木、マウンドに上がりました。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。トップバッターは止まり、フォーク決まってストライク。第2球ボール。第3球を投げました、セーフティーバント、取った、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは守備の名手坂本。通算255本塁打まであと7本としています。第1球投げました、見送ってストライク。さあ、次の投球投げました、危ない球。第3球を投げました、変化球ストライク、アウトローへ。バッター追い込まれました、追い込んで投げました、変化球、空振り三振。バッターは3番結城。第1球投げた、スライダー決まってストライク。まずは見送りました。投球これから2球目、インロー際どい球、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ストライク。第5球投げた、打った、次は6球目投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、一塁送球。ビーソン、軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。
才木、今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは小鉄、初球から打ってった、フラフラっと上がった坂本、落下点に入った、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番江越、第1球投げました。1球目ストレート空振り、いきなり151キロ。1球目空振りから見送ってストライク、これで追い込みました。投球はこれから3球目、外角低め、空振り三振。江越全くタイミングが合いません。バッターは強打の名捕手梅野、第1球投げました。初球外れてボール、第2球投げました、アウトローへストライク。第3球を投げました、空振り、少し迷ったか。第4球を投げました、打ちました、ファウルボール。第5球投げた、これは引っ掛けた、岡本バック取ってアウト、スリーアウトチェンジ。サンチェス、この回きっちりと3人で抑えています。2回の表が終わって0対0です。2回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは岡本、第1球投げた、打ちました、初球打ち取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番佐藤、背番号39。第1球投げた、初球打ち抜けた、佐藤いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。初球打ちました、ピッチャー横のフライになりました、掴みました、一塁送球、これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。松原、背番号59。第1球打ちました、ファール、一塁牽制、タッチセーフ。第2球インロー見送ってストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を流し打ち、ファールボール。次が4球目、投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、いい当たり、センター前クリーンヒット、センターからサードへ、松原ナイスバッティングです。ジャイアンツ先制のチャンスを迎えます。背番号29、第1球投げました、ボール。まずはインコース低め、第2球投げました、打ったいい当たりだ、左中間へ上がった、ヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった、打球が転がっている、バックホーム、間に合うかどうか、ジャイアンツ2点入りました、2対0。では先制の場面、映像でご覧いただきましょう。9番ツーアウトランナー2塁となりまして、サンチェス、背番号20、第1球投げました、ボール。第2球2球目空振り、第3球を投げました、3球目ストライク、バッター追い込まれました。追い込んで投げました、ボール。第5球投げた、151キロ直球、空振り三振。2回の裏が終わりまして2対0、ジャイアンツまずは先制しています。タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー才木、第1球投げた、インコース低め、ストライク。初球空振りから第2球打った、第3球を投げた、ボール。外角高め、投球これから4球目、あっと引っ掛けた、岡本掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター三拍子揃った名手草野、最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。さあ次の投球、スプリットはストライク、第3球を投げた、直球ストライク、高め。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。草野いいバッティングを見せました。バッターは2番近本、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第1球草野スタート、投球ボール、
タッチはアウト。盗塁を阻止しました。リプレイをご覧ください。投げました。インロー、スプリット外れてボール。第3球を投げました。まっすぐ見送ってストライク。第4球を投げました。打ちました。引っ掛けた。当たり損ない。一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって2対0ジャイアンツ、2点リードは変わりません。ジャイアンツ、この回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターは止まり。最初のバッターボックスはピッチャーゴロに倒れています。第2球投げました。外をストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を投げました。ボール、内角低め。第4球を投げた。打った。流し打ち取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは守備の名手坂本。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げた。変化球ストライク。アウトコースへ。投げた。ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げた。打ちました。梅野、余裕があります。ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスには結城。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた。ストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。打ちました。レフトへの打球掴んで、これでスリーアウトになります。ジャイアンツ、結局この回3人で攻撃が終わっています。序盤終了しまして2対0です。ゲームは中盤戦に入ります。トップバッターは梅宮。見送ってストライク。1球目ストライクから空振り。これで追い込みました。投球は3球目投げました。スプリットはボール。インローへ投げました。インハイへ変化球ボール。第5球投げました。打ちました。坂本、ボールを掴んだ。ショートから一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番東堂。今日2度目のバッターボックス。第1球投げました。低め外れてボール。第2球投げた。外角高め外れてボール。第3球を投げた。決まった。ストライク。投げた。打ちました。ショート右横のフライになりました。掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは5番ビーソン。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。第2球投げた。決まってストライク。第3球を投げた。ボール。インコース低め。第4球を投げました。打った。佐藤、落下点に入った。取って、これで3アウトチェンジ。サンチェス、見事タイガース打線を抑え切りました。4回の表が終わって2対0です。4回の裏、これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは岡本。第1打席は内野フライに倒れています。打ちました。バットバットが折れた。フラフラッと上がった。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどのプレーです。バッターは5番佐藤。これが2度目のバッターボックス。第1球投げました。初球打った。ショート右への打球。一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。右バッターボックスは6番。第1打席はピッチャーフライに倒れています。見送ってストライク。初球ストライクから投げました。打ちました。いい当たり。いったか。どうだ。入るか。二塁を狙う。ツーベース。先ほどヒットを放っている松原。ジャイアンツ、追加点のチャンスを迎えています。
1球目ストライクからスライダーボール外角へ振り返って二塁牽制球第3球を投げました。決まってストライク。バッター追い込まれました。第4球はボール。さあ5球目外を際どいボール。次が6球目投げました。打ったいい当たりはボールはライナーでセンター取りました。これで3アウト。二塁ランナー残塁に終わりました。4回までが終了しまして2対0です。5回の表これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターは小鉄。初球から打ってったヒット。小鉄ナイスバッティングです。右バッターボックスは江越。今日の第一打席はスイングアウト。第2球投げたストライク。第3球を投げた外れたボール。第4球を投げたインロー空振り。タイミング合いません。第5球投げた低め際どいボール。さあ6球目投げた打ちました。サードゴロゲッツーになるか。セカンドフォースアウト。アウト。ダブルプレイ。ツーアウトランナーなくなりました。投げました低めボール。投球これから2球目ボールインコースへ。第3球を投げました。3球目ストライク。投げました打った三遊間のゴロ。岡本取った。サードから一塁送球アウト。スリーアウトチェンジ。5回の表が終わって2対0ジャイアンツ。2点リードは変わりません。5回の裏これからジャイアンツの攻撃に入ります。この回のトップバッターは吉川。初球ストライクから投げましたボール。第3球を投げましたインハイ外れてボール。第4球を投げた外のボール引っ掛けた。サードグラウンドで取りました。これでワンアウトランナーはありません。バッターはピッチャーサンチェス。投げた直球ストライクアウトローへ。いきなり150キロ。投球これから2球目ボールインハイへ。第3球を投げた落とした空振り。バッター追い込まれました。次は4球目投げた見送ってボール。さあ投球は5球目投げた打ちました。バットの先ショート前方のフライになりました。掴みました。これで2アウトランナーありません。打順は1番に帰って止まる。今日はピッチャーゴロとサードフライ決まってストライク。投球これから2球目見送ってボール。投げましたストレートはボール。第4球を投げました流し打ちどうだファール。次は5球目内角へズバッと決まって見逃し三振。ジャイアンツ最後の打者は見逃し三振に打ち取られました。5回までが終了しまして2対0です。試合は後半6回に入ります。先頭バッターはピッチャー才木。投げましたボール。第3球は決まったストライク。第4球を投げました打ちました。佐藤余裕があります。ファウルグラウンドキャッチしています。バッターは三拍子揃った名手草野。見送ってストライク。いきなり151キロ。第2球投げましたパワーカーブボール。第3球は打った一、二塁間ライナー破っていった。草野いいバッティングを見せました。バッターは2番近本。これが3度目のバッターボックス。第2球投げたストライク。タイミング合いません。
一塁へ一つ牽制球を送りました。追い込んで第3球を一つ外したボール。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。投げた、打った、ファールボール。さあ投球は5球目。低めボール球、ファーストライナー真正面。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。ボール。第2球スプリットはボール。ランナースタートを切った、ストライクになった。キャッチャー二塁へ、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、ライト前クリーンヒット、ライトバックホーム。梅宮ナイスバッティングです。ジャイアンツなおもピンチが続きます。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。投げた、打った、これが強烈、入れば逆転だ。いった、入った、入った、ホームラン。第22号逆転スリーランホームラン。白球は無情にもスタンドへ。初球を持っていかれました。サンチェス痛恨の一撃。チームメイトが迎えます。リプレイで逆転の場面をご覧いただいています。バッターは5番ビーソン。今日はファーストライナーとファールフライ。初球空振り、いきなり150キロ。1球目空振りから第2球打ちました。ショートの右、坂本ボールを取る、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって3対2、サンチェスとうとう打たれてしまいました。ジャイアンツこの回は2番からの好打順。バッター守備の名手坂本、通算255本塁打まであと7本としています。今日は三振とファールフライ。投げた、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていません。取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには結城。今日はサードゴロとレフトフライ。ボール。投球これから2球目。ボール。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。直球見送ってストライク。さあ5球目。決まってストライク。第6球を投げました、打ちました、サードの左、一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番岡本。第1球投げました、ストライク、147キロストレート。第2球投げました、このボールも空振り。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目。打ちました、ファール。次が4球目。投げた、ストライク、空振り三振。才木完全に立ち直り、この回三者凡退に抑えました。10番まで終了しまして3対2です。サンチェス降板、左の田口、これが24試合目の登板。期待しましょう、注目の投球です。第1球投げた、打ちました、ファールボール。投球これから2球目。打ちました、いい当たり、センター前に出る、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は糸原。第1球アウトコース高め、縦のスライダー外れてボール。第2球投げた、ボール。第3球低め外角ストライク。第4球を投げた、打った、センター前進、センターフライ、飛距離は取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは強打の名捕手梅野。今日はサードフライとサードゴロ。投げた、外れた、ボール。第2球投げました、見送ってボール。
投球は3球目。投げました、見送ってストライク。さあ4球目、ボール。投げました、打った、ファール。第6球を投げました、ボール、フォアボール。バッターは代打ヨーク。第9投げました、内角際どい球、ボール。第2球投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、坂本掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。タイガースファーストランナー残塁。7回の表が終わって3対2です。才木降板、マウンド上ピッチャーは藤浪。これが19試合目の登板。今日は配球にも注目したいと思います。第9投げた、内角高め見送ってストライク。いきなり157キロ。第2球投げた、打った、これはショート正面、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番、今日3打席目。投げた、決まった、ストライク。いきなり153キロ。1球目ストライクから第2球、外角高めいっぱい、ストライク。バッター追い込まれました。5球は3球目、投げた、打ちました、セカンド右への打球、一塁送球、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番松原。第9投げました、初球決まってストライク。まずは見送りました。初球ストライクから第2球、ボール。5球は3球目、投げました、打ちました、セカンド左へのゴロ、セカンドから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ三者凡退に倒れました。7回までが終了しまして3対2です。田口降板、マウンドに上がったのは中川。今日3番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、打ちました、初球打ち、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番近本。これが4度目のバッターボックス。初球を打ちました、1、2塁間のゴロ、1塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番梅宮。今日4度目のバッターボックス。第2球見送ってボール。投げました、見送ってストライク。キレのある変化球。第4球を投げました、打った。第5球投げた、打った、引っ張った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。梅宮、いいバッティングを見せました。さあリプレイです。バッターは4番東堂。今日はスリーランホームランを打っています。第9投げた、初球外れても投げた、2球目ストライク。一塁へ牽制球を送ります。もう一度一塁牽制球です。タッチセーフ。3球目空振り、一塁牽制、一塁タッチセーフ。中川かなりランナーの動きを警戒しています。一塁へ一つ牽制球を送りました。もう一回一塁へ牽制球、投げた、ボール。第6球をランナースタート、打ちました。中川ボールを掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。タイガースファーストランナー残塁。8回の表が終わって3対2です。藤浪降板、ここでマウンドに上がったのは岩崎。今日3人目のピッチャーとして登板です。ジャイアンツ打線相手にどういった投球を見せるのか。投げた、インハイギリギリいっぱい、ストライク。まずは見送りました。さあ次の投球、ボール、内角低め。投球は3球目、投げました、決まってストライク。次は4球目、投げました、三振。ピンチヒッターは大城。第9投げました、決まったストライク。第
第2球、低めのボール引っ掛けた、梅宮取った、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。打順はトップに帰って止まる。第1球投げました、ストレートはボール。さあ次の投球、ストライク、少し迷ったか。第3球はスラーブはボール、インコース高め。投球これから4球目、打ちました、キャッチャー落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。ジャイアンツ三者凡退に打ち取られました。8回までが終了しまして3対2です。中川降板、マウンド上はデラノサ。最終回1点ビハインドの場面でマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。代打はサンズ。第9球投げました、初球空振り、いきなり156キロ。第2球投げた、バッターの足元。第3球決まった、ストライク、タイミング合いません。第4球を投げた、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。投げた、打った、勇気ボールを取る、勇気そのままベースに入ってアウト。バッターは6番小鉄、これが4度目のバッターボックス。投げた、見送ってストライク、いきなり154キロ。第2球投げた、パワーカーブはボール、内角高め。投げました、低めいっぱい、ストライク。第4球を投げました、打ったいい当たりだ、レフトへのフライだ、レフト前取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは7番糸原、今日2度目のバッターボックス。投げました、ボール。第2球投げました、ボール、外角低め。第3球、3球目ストライク。投球これから4球目、空振り。第5球投げました、打ちました、左中間へのフライですが掴んで、これで3アウトになります。デラノサ三者凡退に抑えています。9回の表が終わって3対2です。岩崎降板、マウンド上は頼れる助っ人スアレス。最終回1点リードの場面でマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。ツーシームはもう、第2球投げた、いいハイ、空振り、タイミング合いません。投球は3球目、投げた、打ちました、糸原掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは勇気、スタンドからはなんとか一本と期待をかける声援が響いています。第2球、2球目ストライク。第3球を投げた、アウトコース低め、外れてボール。第4球を投げた、インコース引っ張った、打球はレフトの左へ、ヒットになります。勇気ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは4番岡本、スタンドからはなんとか長打をと期待をかける声援が響いています。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。投げた、スライダーはストライク、まずは見送りました。第2球投げました、打った、痛烈な当たり、二塁へ送る、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー。試合終了、ジャイアンツ1点差に届かず敗れました。本日のヒーローは東堂、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきましたように3対2、ジャイアンツ1点差で敗れました。勝利投手は才木、敗戦投手はサンチェス、そして西武はスアレス。ジャイアンツ残念ながらあと1本が出ませんでした。次のゲームに期待したいと思います。
実況担当は堂前英夫で東京ドームからお伝えしました。